listening to Shibuya Cross FM.皆さん、こんばんは。こんばんは。渋谷クロス FM R ビレッジミュージックステーション修行編始まりました。始まりました、パフパフ。はい、アリサです。ミユです。アイリンです。はい、最初から噛んでしまいました。はい、噛んだとね。お、珍しく。あ、今日はゲストです。うん、あ、ゲストのミユちゃんが、ね、ミユちゃんがいらしてます。うん、すごい、いつぶり？1、2ヶ月ぶり？そうだっけ、いつだろうね、最後ね。あ、でもそっか、2ヶ月1月いた？いや、覚えてない。そうだね、でもそのくらいか。うん、そう、久々のみゆちゃんもね、一緒に3人での放送になります。よろしくお願いします。やった、やった。そう、私たちさっき新宿アルタキースタジオでライブしてからの今日はラジオなので、なんか変な感じだよ ね、 ね。さっきまで歌って踊ってたよね。そうそうそう、ね、で少し時間があったから、うん、お腹空いたねって言って3人で、うん、近くのねカフェに入ってご飯を食べ、うん、という感じですね。うん、はい、そうだね。嬉しいね、3人で喋れるからさ。なんか普段の笑ってんじゃん、すごいじゃん。だってね、うん、楽屋でもしっかり盛り上がってたよね。そう、すごい。多分うるさかったよね。うるさかった。めっちゃうるさかったよね。ね、やばいね。そう、なんか楽屋でのね、うん、3人の雰囲気なんかをね、たくさんお届けできたらなと思います。うん、本当雨の中、今日は ね来てくれて本当にありがとうございます。ありがとう。今日寒いね。ね、寒いね。うん、すっごい冬に戻っちゃったみたいな。本当にそうだよ。最近のね、それこそ今4月に入ったけどさ、3月のラッパピは何かありました？うん、いっぱいあったよね。そう、3月、うん、ね、まずは一番さ、うん、楽しみにしてたさ。じゃあせーのでよ。はい、うん、せーの、名古屋遠征。大丈夫、迷った。名古屋遠征っていうか遠征っていうか迷った。うん、うん、みんな一緒だよ、うん、一緒だよね。あ、そうだよね。うん、あ、そう、名古屋遠征、そう、うん、ラッパピヨン初の遠征で、うん、名古屋に行ってまいりました。行ってまいりましたね。本当にね、来てくれた人本当にありがとうございます。うん、うん、ありがとう、ありがとう。ね、まさかなんか本当にさ、なんていうの、ラパピとしてさ、うん、チームラパピとしてさ、うんうん、一緒に行ってくれる人がいてって、なんか本当に嬉しかったよね。うん、ね、本当に嬉しかった。なんだろう、なんか遠征でさ、金曜日の夜から行ったから実質2泊3日まあ、そう、あ、そう、まあ2泊してるからね、2泊3日。そうだよね。うん、なんかさ、ずっとさ、一緒にいたじゃん。うん、ずっと一緒にいたね。ライブ終わっても解散。ずっと一緒にいた。そうだよね、解散せずにさ、うん、ライブ終わって、一回ホテルに戻って、うん、さあ、ご飯どうするって言って、またさ、うん、夜のさ、街にさ。ほんとに悲惨だったけどね、ちょっと。結構ね、そうなんですよ。うん、名古屋でね、うん、1日目のライブの夜かな。うんうん、土曜の夜だね。うん、そうだよね。ライブ終わって、うん、じゃあご飯行きましょうってなって3人で、うん、で、あれだよね、いろいろ歩いてて、うん、でもなんかちょうどそのマンボウが出てたから、うん、お店結構閉まっててね。本当に何にもやってなかったよね。ね、ね、全然やってなかった。そうで、なんかその居酒屋さんとかはやってたけど、うん、でもね、にしてもほら、なんかいろいろ場所も選びたいじゃん、うん、と思って、そうそうそう、めちゃめちゃ歩いて、うん、結局1時間近く以上かな。1時間は絶対歩いたよね。1時間以上歩いた記憶がある。ある？そうだよね、めっちゃ歩いてさ、なくてさ、うん、で、なんだっけ、最終的にここだみたいな、うん、ここならいいじゃんと思って入ったお店に、うん、まあね、そのライブに来ているね、お客さんと鉢合わせしちゃって、うわーってなって逃げちゃって、逃げちゃった。すごいさ、悲鳴あげちゃったよね。申し訳なかったよね。ごめんって後々さ、思ってさ、そう、そう、なんか一応ね、なんかもう分かっててさ、行っちゃね、うん、申し訳ないなって思って、うん、結局お店ね、最後の最後ででもスタッフの人とね、うん、合流して入れたからよかった、ね、そう、結局あれだよね、ホテルの近くだったんでね、うん、ご飯屋さん入ってね、ね、ね、美味しかったけどね、うん、なんかささらっと入ったお店の方がやっぱり良、うん、かったりするよね。なんか迷ってさ、あ、やっとたどり着きましたみたいなお店よりも意外とさ、うん、あ、ここでいいんじゃない、だったら
すっせ日本語喋っていいよねってうん、いいよねってそうだよね、だってさ、ここに入ろうって思ってさ、うん、一生懸命来たお店でさ、うん、あんまり美味しくなかったらさ、すっごいさ、うん、何ショックでかくない？あ、確かに確かにせっかく調べていったところとか、ね、そうそうそう、ほんと美味しかったよね、美味しかった、海鮮系だったよね、うん、そうだね、うん、ね、でもなんかさもう疲れ切ってたじゃんあの時、うん、なんかもう歩き疲れてさ、もうなんかヘトヘトだったからさ、うん、変なテンションになったよね、だってライブ2本やってるからね、あ、そうだね、そうだね、しかも朝からだからね、朝10時にはもうステージに立ったからそうだそうだ、しかも2日連続だからね、それそうだね、結構ね早かったけど楽しかったよね、楽しかったね、うんうん、そうで、それこそラッパビーお昼もそのライブの1本目と2本目の間、うん、お昼もさ3人でさどっか食べに行こうって言ってさ行ったけどさ、うんうん、1日目は韓国料理で、うん、2日目のお昼はハワイアンカフェ、うん、全然名古屋っぽいものじゃないんだよね、でさ結局さ、うん、名古屋っぽいもの食べたなって思ったけどさ、うん、そこで食べたところさ、うん、あれだよね、帰りのパーキングだね、そう、パーキング、あ、そうだそこでやっと名古屋っぽいもの、なんだ名古屋の外れぐらいやったよね、そうだよね、パーキングしか勝たんって思ったよね、うん、嬉しかったそれまではもうほぼほぼなんかいつも行くようなところだったもん ね、うん、ね、そうなんだよね、そうだそうだ、2日目はだってマラソン大会とかもさ近くでやってたから、あ、やってた、ね、あ、やったね、めっちゃ賑わってたし ね、え、アリサちゃん走ってたよね、あ、走ってた走ってた、ね、26番だっけ、26番、すごい覚えてくれてるな、そうそうそう、走ってきた、やばかったね、お疲れ様そう、すっごい楽しかったね、でもなんか、うん、あとなんだ、名古屋でもそっか、行きと帰りそれこそ車の中でさ、うんうん、絶対に誰かしら寝ると思ったの私、うん、誰も寝なかったよねほぼほぼ寝なかったね、ね、だって4時間ぐらい、そう、え、でも5時間ぐらいかかったでしょ、あ、そっか、でもパーキング、ね、休憩挟んだりするとで、そっかそっか、え、ちょっと記憶飛ばしてたでしょ、やはりあの助手席座ってたけど後ろからね、あ、寝てんじゃね、そうそうそう、なんか行きも帰りも私が助手席に乗ってて、うん、でなんかさすがに助手席って寝ちゃいけないルールあるじゃんそうなの、助手席は起きてよみたいなのあるよね、そう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 、確かにね、だし、うん、そう運転してくれてるからもう私絶対にもう起きてよと思ってた、うん、んだけど帰りもなんかこのなんていうの90度になって、うん、目だけこうつぶってもう一番最初にバレてたよ、そう、そしたらなんかもう私が記憶うっすら飛んでる時に普通に多分あんま気づいてなかったのかねえアリサーって言って話しかけてくるからみたいな、あ、どうしたどうしたみたいな、そうだ、普通に話しかけたわ、結構意地悪だよね気づいてなかった、その時はちょうどもう夢の中に入りそうなところにね、うん、ちょっと言ってきたから、うん、救われたよ、あ、救われた、うん、ちゃんと、あ、と思って起きなきゃと思って、うん、そうでもその時にラパピーがかけてた音楽はあのディズニーのね名曲集っていうことでそうだね、そう、ミュウちゃんがね、え、名曲生まれたじゃんすごいんだよ、あれは気づかないと思ってやってたわけよこっちは、え、そう、すごいんだよ、あの私とミユで後ろの席だったの、うんうんうん、たださ、すごいね、全力で話す、話すか、うん、話させて、ごめんね、すごい可愛かったからさそうね、演じきってるの曲を、うん、そう、で、それを、うん、で、しかもその窓を見ながらやってたのミユが、うんうん、多分私がガン見してるの気づいてなくて、うん、そうそう、1曲も3分ぐらいだよね、うん、もうこれはしっかり全部見たいと思って黙って見てたの、うん、で終わった後にチラッとこっち見て、あ、見てたこれがさ窓だとするじゃん、うん、車のこうバレない、誰もバレないように、うん、そう、ま、そう、うんうん、窓に向かってね、そうそう、あれのレディーゴーママのレディーゴーってね、そうやってたんだけど、うん、バレてたよね、バレてたね、超だって絶対さ、うん、見てると思うじゃん、うん、うん、そうね、ね、でも大体車の中ってさ音楽かかるとうるさくなんない、うん、うるさくなる、うるさくなる、ね、あ、イエイイエイみたいな、うん、ってなっちゃうタイプだから、うん、あ、なるほど、もっと乗ろうぜって思ったのか、そう、なるほどね、でも一人でさそれをやってるって思うと可愛いね、え、超可愛いでしょ、ね、でも行きはあれだったじゃん、雪だるまつくろーってめちゃめちゃ上手だよもうこれそれも言うんだ ね言っちゃった、恥ずかしい、ね、定期公演でやろうね全部暴露するんだね、絶対なんか暴露してあげるからね、みゆ内心めっちゃ恥ずかしいでしょ、うんうん、しかもさ、それなんかやらされそうだなと思って、うん、定期公演とかで、そう、定期公演でね、皆さんあの期待しておいてくださいって、まあ、任せて、後ろからな、うん、レディーゴーの時に後ろからちゃんと雪出すから、うん、ドライアイス投げたり、うんうん、でもそれやってみたいね、と思った、絶対楽しいと思う、うん、なんかね、でも本当になんだ、
疲れたは疲れたじゃんきっと、うん、体力的にも。でもなんかめちゃめちゃ充実した名古屋遠征だったよ ね、なんか疲労じゃない、幸せな疲労って感じだった、うん、あそうだね、確かに確かに、うん、楽しかった ね、また行けるように頑張ろう ね、うん、ね、そっか。でも次どこ行きたいの。どこだろう。仙台。仙台、うん、美味しそう。いい、ね、牛タン。あ、牛タン、牛タン、牛タンが食べれないけど、ね、あ、そうだ、あ、そっか、お肉、そうね、うん、牛タン食べれないんだよね。牛タンもダメ。牛タンが一番無理。あ、そうなんだ、うん、お肉苦手か。うん、そっか、じゃ違うのだね。ずんだシェイクのもじゃね、ね、美味しい。 あ、ダメ。え、なんだ。あ、ずん、なんか豆だよね。ずんだってあれだよ、枝豆。ずんだ餅。枝豆の、まあ、じゃ食べれる、ね、食べれる。だからさ、ラパピといえばでもさ、海鮮じゃん。お寿司、確かにお寿司ばっか食べてるよね。好きだよね。北海道とか、うん、それこそ行きたいよね。すごいじゃん、北海道、ね、めちゃめちゃ行きたい。ちょっと頑張ろう、うん、行けるように食べ物でね。そうそう。で、あとさ、ラパピオン、ちょっと話変わるんだけど、うん、ついこの間からさ、始まりましたラパピオンのインスタグラム。うん、皆さんフォローしてくれてますか。見てる見てる、ね、結構面白いよね。結構面白 面白い。なんか急に始まったよね。うん、そう、あのストーリーとかさあるじゃん、動画あれ、うん、結構なんか裏側とかさ、うんうん、それこそこの間なんだっけ、青山リズムか、うん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 、の時はさ、ああ、もう出番直前のさ、ラパピオンの袖、うんうんうん、にさ、あれみたいな、気づいたらカメラを持ってさ、ね、だよね、うん、ああいうのね、オフショットね。そう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 、向けてるよ ね、 ね、なんか修学旅行みたいな写真ばっかり上がってるけどさ、すごく言われてるらしいよね。そう、そう、見つけたもん、あの、うん、ツイッターでラパピってエゴさしてたら、うん、あの多分見てくれてる人が、うん、あのラパピのインスタグラム修学旅行じゃんみたいな。見た、面白い。そう、見たらもうね、浅草とか、そうだよ、それこそ最近ね、そういうライブが多いじゃん。ね、うん、上野と浅草、うん、行ったよね、最近ね。浅草はなんだ、花、歌劇場だ。うんうんうん、花屋敷、花屋敷のところ。あ、うんうんうん、上野どこだっけ。上野はあれだよ、水上音楽の。あ、そうだ、野外だね。そうそうそう、楽しかった野外。あれもなんか不思議だったよ ね、寒かったけどね、うんうんうん、めっちゃ寒かった。確かに寒かった。あとあれだね、花粉がやばかった、ね、外のねステージだったからね。そうそうそう、花粉やばいって言って。そうだ、ここがね、ミュータ・アリサが花粉症で、アイリーンは若干、うん、うん、結構平気。あ、そうだよ ね、めちゃめちゃわーっと思って、きつかったよね。きつかった。でもなんかさ、ステージだったらなんかわかんないけど収まんない、うん、え、そう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 、意外とさ、忘れちゃうんだよね、うん、でも出番前と出番後はもう、やばかったよね。やばくて、もうくしゃみがすごかった。連発だったね。ちょっとこの時期はね、結構きついね。そうだね、ずっとくしゃみしてるよね、アリサ最近 ね、してるね。ね、早くね、ちょっと花粉の時期終わんないかなって。私のくしゃみ本当になんかね、もうこれいいんだ、言っていいの。え、言っていいよ。え、アリサちゃんのくしゃみが本当に不思議なんだよね、うん、なんだっけ。あの、する、いい、いい、言っても、うん、いい、始まる前に、いいっていうの、いいくしっていうの、いいっていうの、絶対ね。そう、ね、そう、この間とちょっとさ、違うの出たよね。ちょっと違うの出たね。結構アレンジするんだよね、あの、くしゃみ連続しちゃうとさ、後半アレンジするよね、なんか。この間、青山リズムでさ、ふーってもうダメで伝わらないよ、これは。ラパピーしか分からないんだけど、面白かったんですよね。くしゃみがね、なんか多分そのやっぱり人の前だとさ、うん、なんか、うん、なんていうの、ちゃんと抑え気味でするけど、うん、やっぱりほら、うん、ここでさ、楽屋にいるときはもう気使わないからさ、と思って、うん、そう、でもそこまで変なくしゃみだと思ってなくて、言われるまで。本当変だよ。初めて聞いたの。おお。本当やばいね。ちょっと気をつけよう、うん。なんかさ、癖で出ちゃったらやばいじゃん。いいんじゃない。でもさ、すぐアリサちゃんだなってわかるもん。あ、本当に。目つぶってても、あ、アリサちゃんだって。あ、わかる。うん、本当に。え、可愛いよ全然。ひ、うん、あのさ、出ちゃうんだよ。そのくしゃみってさ、なるじゃん、うん。破裂するじゃん。その前になんか多分言っちゃう。スタンバイするんだ、喉が、うん、でもそれ言うとなんか気持ちいいくしゃみしたなるほどね。そうそうそう。じゃあ飾ってるくしゃみは全然気持ちくないんだね。うん、そう、あの苦しい、なんかできってない感じ。じゃあみんな受け入れようね、アリサちゃんのくしゃみね。そんな話だよ、もうやばいね。で、そう、そうなんですよ、うん、え、そうじゃん、やばいね。やばい、ちょっと気をつけよう。気をつけよう、うん、気をつけようね。そうじゃん。え、あとどこだ。なんかそれこそライブ、なんか3月は名古屋行って、でしかもその終わってからもさ、結構そのいろんなとこ行ったよね。そのなんていうの、いろんなライブ、あの行ったことないライブハウスとかも結構行ったよね。そうだから、なんかめちゃめちゃ新鮮だったしね。うん、うん、よかったよね。この前もね、新高円寺とかね。あ、そうだ、そう、
なかなかね、高円寺とか、あそこら辺あんま行かないよね。そうそうそう、ね、高円寺じゃなくて新ついちゃってるからね。新高円寺っていうね、場所自体もさ。そうそう、あと五反田とかね。五反田、五反田、あ、高田の馬場、うん、高田の馬場、うん、そうだそうだ、ね、そこも初だったね。そこはなんかイベントスペースみたいな感じだった、ね、うん、そう、なんか私さ、レイズミーアップって曲あるじゃんあるんですよ、一番激しいよね、うん、多分、うん、あの時なんかステージ壊しちゃうんじゃないかって思うくらいね、ね、なんか記者会見みたいな雰囲気だったよね。そうだよね、なんかあのさ、え、苦手なステージとかある？私ね、その特設ステージが結構苦手で、その組み立ててさ、作ってあるみたいなイベント系のやつ、あれ結構揺れたりとかさ、うんうん、揺れるね、するじゃん。あとなんか、うん、何、つなぎ目がさ、あ、ガムテープじゃないか、養生テープみたいな、うん、わかるけど、うん、そうがすごい苦手で、だからあの時ちょっとヒヤヒヤしてた。あ、確かに床抜けちゃったらどうしようみたいな。激しいからね、結構さ、そういう心配するよね、うん、え、そう、え、どうしよう、壊れちゃったらどうしようとかさ、うん、落ちちゃったらどうしようっていう、うん、心配するよね、うん、なんか先のことを考えるとさ、うんうん、なんかもしもこれがなんか床が割れちゃったらとか考えちゃうんだよね、うんうん、怖かった、ね、大丈夫だよ絶対やばいね。え、なんだろう、そうだよね。でも他、そっか、でも浅草行った時もさ、うん、結局あれだよね、帰りみんなでご飯食べて帰ったりとかさ。あ、そうだね、あ、食べたね、ね、4人でね、なんか本当にそれこそさ、修学旅行だったよね、うん、そう、それもね、インスタに載ってるんですけど、うん、あの写真が、うん、さ、見てください、見てね。キャリーケースさ、私がたまたまその時持ってて、うん、あの物販用のやつを、うん、で、いてさ、で、3人並んでこうやって撮って、じゃあそりゃそうだよね、旅行者だよね、まあ、雷門の前でね、うんうん、そうそうだよね、大荷物で、うん、そう、思った。え、しかも思ったのが、雷門のさ、正面から撮ればよかったな確かに裏側だ、そうだね、そうだね、そうなの、確かに、なんか見返してて、うん、これ雷門の後ろだよなと思って、あれ、あ、か、そうだよね、うん、提灯の、そう、全然雷門じゃなかったよね、そう、確かに後ろだったと思って、ね、あの時間夜にライブ終わってから撮ったからさ、うん、全然空いてたじゃん、空いてた、だからどうせだったらこう正面から撮ればよかったなと思って、ね、そうだね、そうそうそう、ね、次行ったら正面から撮ろう、ね、これはリベンジだ、リベンジだね、歌劇場もう一回お願いします、うん、リベンジはね、よろしくお願いしますって感じで、そうなんですよ。そっかそっか、なんかそれだな、あれ、なんか夏になってきたらさ、うん、あれあるじゃん、あの野外とか、うんうんうん、そう、それめっちゃ出たいってね、あの、ね、結構そう、去年出たよね、あ、そう、一回ね、超楽しかった、ね、楽しかったね。でもめっちゃ暑かったよね。めっちゃ暑かった。暑かった、ね、うん。なんかでもさ、ミューの中でアイドル、このさ、1年も経ってないけど、うんうんうん、アイドル人生の中で、うん、夏が一番濃かったかも。あ、ほんと？まだデビューしたばっかだったけど、うんうんうん、今も濃いけどね、うんうん、なんか夏のイメージがすっごい強い、なんか夏、暑っみたいな、うんうん、なんかね、うん、頑張ってた日々がある、うん、記憶、ね、なんかパッて思い浮かぶ、うん、確かに夏、なんかライブって感じだもんね、うん、ね、今年の夏はさ、うん、なんかもうそれこそさ、そう、湘南行った時はさ、うん、まあ、半野外みたいな感じだったじゃん、うんうん、屋根もあったし、うん、もうガンガン太陽光を浴びながらやるライブもちょっとやりたいよね、やりたい、真っ黒結界になっちゃいそうだね、真っ黒になりそうだけど、あの地面が熱いぐらいのね、ステージが熱いみたいな、暑いね、しゃがめないね、そう、別にやめてしゃがんだら膝が熱いみたいなやばいよね、運動会みたいね、そういうのやりたいよね、あとタオルとかさ、ね、回す曲とかもね、あとみんなに水かけたい、あ、いいじゃんやりたいね、絶対楽しいよね、楽しい、絶対、なんかこれから早く暖かくなってさ、そういうなんか、ね、夏っぽいこともね、うん、楽しみだなって思うけど、今年はみんなで楽しもう ね、いっぱいいっぱい思い出を作っていきましょうよということで、ね、そしたらここでね、私たちのドラパピオの曲をお届けしたいなと思います。はい、それでは聴いてください、 Raise Me Up。
はい、聴いてもらいました。レイズミーアップでしたね。これさっき言ってたあの一番激しい ね曲、ステージが壊れそうな曲。そうこれね結構ねみんなで踊ってくれるからね、こうやって楽しいんだよ ね。そう、みんながこうやってやってるとこ好き、うん、そう、結構みんな上手いんだよね。ね、上手い、ね、あれと思って、笑っちゃう、面白いね。ちょっと全力で ね、いつもねやってくれるからありがとうございます。ツイッターにもね、ライブの動画あるからね、うん、あ、そうだそうだ、ね、そう、ちょっと前か、1週間前くらい、うん、にあげたので、ぜひ見てみてください。見てください。ということで、早いけどさ、4月もう、そうだよ、ね、早いよね。入学式の準備しなきゃじゃない。あ、そうだね、入学式もうちょっとだから ね。ランドセル買った？ランドセルか、何色？小学校の結構前だったどこのがランドセルか、もうちょっとなんか制服とかかな、うん、ランドセルだった。ランドセル、小学校筆箱の色とか決めた？あ、そうだね、筆箱今さ、うん、あんまないんだよね、こういう昔使ってたさ、うん、両側が開くやつ、今もう布とかで。え、そうなの？うん、パッカンパッカンのやつ。そう、あとは進化してる、うん、へー、そのなんか機能が増えてる。あるんだ。あのなんかさ、たまにいなかった、そのさ、同じ形なんだけど、なんかなんていうの、鉛筆削りも内蔵されてるみたいな、うんうん、より多分もっと進化してなんかいろいろある。マジ？ちょっと機械っていうかさ、すごかった。なんかでもなんか文房具とかもさ、時代をさ感じるじゃん、うん、なんかこれを知ってる人は同じ世代みたいな、うん、なんかよく回ってくるから、それ、うんうん、分かるって思ってやってる、うんうん、確かに確かに、ね、難しい、ね、今のランドセルってあれでしょ、タブレット入るポケットついてるでしょ、うんね、そう、すごいよね、ねびっくりだよね。だってミューの時代なんて自動であれ鍵がピッてさ、うん、押せるぐらいが最新だったの。え？どういうこと？自動で鍵、うん、あランドセルの押したらカチャってなる。ああ、そうだ。こうじゃなくてピッてやったらカチャってやるなるやつが一番最新だと思って、かっこいいと思ってたから、うんうんうん、そんなのさ全然もうね、うん、しょぼいじゃん。そうだよね、うん、私もカチャっていうやつだったね。そうしかもデザイン今めちゃめちゃいいよね。ね、怖いよね。赤が主流じゃないよね、全然 ね。でも結局はさ、一周回って赤が一番可愛いよね。そうだよね。ね、可愛いよね。やっぱ王道が一番ね、可愛いよね。ね、うん、本当だよね。すごいね。なんかランドセルしょいたくなってきちゃうね。今度しょって定期公演出る。そう、なんかやりたいね。ランドセルでね。黄色い帽子かぶってね。そう。やろう。すごいじゃん。そう、なんか。4月だしね、まあ、新年度とかさ、うん、新生活始まる人も多いかな。今だってさ、それこそ会社の人とかも、うん、一番忙しい時期じゃない、うん、そうだよ ね年度が変わって。そうそう、で今日話したいなって思うのは、あのなんか断捨離とかもする時期じゃん、うん、なんかする時期じゃないかな、うん、でもお引っ越しなんていうの、うん、そうそうそう、移動で引っ越したりとかさ、うん、する人もいたり、ね、確かに。なんかさ、そのこれだけは捨てらんないんだよねみたいなのある、うん、ありますか？あります。何何？なんかさ、意外とね、何、年末のさ大掃除とかでさ、うん、捨てちゃったりするじゃん、いろんなもの。そうだね。うんうんうん、でも考えたの、ずっとあるものが、うん、そのビデオ、VHS のさ、うん、昔のビデオ、わかる？アニメとかのさ、黒いやつ。あ、そうそう、黒いやつ。ガシャンって入れるやつ。やべえ、やばい、ジェネレーションギャップだ。そんなにないと思ってたけど、もしかしたらちょっと絶妙に。カシャン、あの DVD じゃなくてさ、こんくらいの、あの、あ、ビデオデッキのビデオ。黒黒黒黒、うん、なんとなく使ったことはないけど多分わかる。本当？アニメ録画とかそれでしてた。そう DVD じゃなくてさ、多分ね、あんまね興味がなかったと思うんだよね、あの私生活にちっちゃすぎて。そっかそっか、わかんないけど。でも知ってると思う、見たら。あれだよね、うん、なんか長方形みたいな。あ、長方形のね、ごついやつね。ごついやつ、ちゃんと向きがあってさ、うんうん、あ、そう、向きがあってね、向きがあって、ウィーンって入れて、わかるわかるわかる、うん、映画とかもそれだったよね。そう、あのね、うん、かなんならね、借りてもそれだったよね、うん、あ、そう借りに行く時も、DVD じゃなかった。え、そう本当に？そう、あ、そうなんだ。そうで、あのね、うん、録画して、うん、上書きされたくなかったら、端っこの爪を折ると上書きできなくなるみたいな。え、そこまでわかんない。そうなんだ。それが捨てられないの？ね、それが捨てられないの？そう、捨てられないの。だってさ、もう見れないじゃん、うん、ビデオデッキ。そうだよね。そう、なんかビデオデッキがあっても多分さ、見えないじゃん。そう、なのになんか昔のそのアリエルとかシンデレラとか、うんうん、そういう今も DVD も出てるけど、うん、その VHS のそのビデオが捨てられないの、うん、ずっとある。そっか、だって今だったらね、その機械自体がね、
ないもんね、その見る用のね。え、そう、なんか多分あの薄いテレビにさ刺さらなそうじゃね、うん、無理だね。そう、えー、そっか。え、そうなの。見ようと思ったらなんだ、なんかでさ DVD とかに焼かなきゃいけないのかな、かな、ね、まあそれかもう DVD を買うっていう。そうだよね、うん、懐かしい。絶妙になんかあれなのかも、私たちがもう薄くなってる時で、うん、みゆちゃんの時はもうあんま主流じゃないとかかもしれないし、ね、地デジになった時かな、ね、あー懐かしい。そうだね、地デジとか、うん、初のジェネレーションギャップ感じた、ここで、ね、あんまり感じないんだよね。え、そう、知ってるよ、知ってるけど使った覚えはないかもしれない。あ、そっか、でも DVD とかもさもう出てたじゃん。あ、そうだよね、そうそうそう、うん、なかったわけじゃない、うんうん、そっかそっか。それもうめっちゃ溜まってんの。え、そう、あのね、トムとジェリーのね、何話もある、あ、そうなんだ。そうそうそう、懐かしい。でもそれ撮っときたいね、なんかね。そうだよね、今ないもんね、うん、そうだよね、うん、それこそ将来さ、こんなのがあったんだぞって言えるよね、うん、あ、そうだね、うん、そこでちょっとなんか、そんなの知らないと、本当に知らない子たちがいるわけだからね、うん、時代だね、ね、ね、みんなもなんかある？みーちゃんある？みーちゃん、あの、うん、紙袋が捨てられない。紙袋、紙袋、あ、ショッパーってやつ、うん、ショッパーって言うよね、ショッパーって言うよね、あの洋服屋さんの紙袋とかじゃない。あ、そうそう、うん、をカバンにしちゃうんだよ、うん、もう紙袋、うん、とか、あとはもうちょっと可愛いさ、うん、お店で買いましたっていう時にもらった紙袋とか捨てられないから一生取ってあるから、うんうん、で、それを今はなんかお仕事してるからさ、うん、普段もう遊ぶことが少なくなったから、遊ぶ時はもうショルダーバッグと紙袋みたいな。え、カバンとして使うの？うん、もう何でもね、入るんだよ。あ、水って、ショルダーバッグはちっちゃいの持ち歩くから、もうそこに入らないやつを全部詰め込むみたいな。あー、感じ。カバン代わりなんだ。そうなっちゃう。で、なんか大きいの持ちたくないの、普通のカバンを、うん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 、ショルダーをかけたくて、どうしても、うん、で、入んない分は紙袋でっていう。で、今はちょっとアイドルとかやってるから、もともと最初からでかいカバンでいくから、うんうん、なかなか使わなくなっちゃったけど、うんうん、もう高校生の時とかほぼ紙袋持ち歩いてとか。あ、そうなんだ。なんかね、そうだよね、なんかお姉さんとかさ、うん、電車とかでも持っててさ、うん、あ、買い物かなと思ってパッてさ覗くとさ、全然ペットボトルとかさ、そうそう、ポーチとかだもんね。そう、あ、カバン代わりにするんだ。そう、だから捨てられないんだよね。でも女の子結構さ多くない、うん、私もでもなんか集めちゃうかも。ちゃんとしたさ、うんうん、なんていうの、ペラペラの紙袋じゃなくて、うんうん、ちょっとなんか分厚めの、そう、ちょっとね、しっかりしたやついい感じのね、そうそうそう、とかは集めて使う。結局使わないんだけど、うん、私はね、そう、なんか捨てられないよね。ね、可愛、ね、いって思っちゃう。あ、ね、分かるわ、ね、集めちゃう。なんだかんださ、でもお洋服さ、うん、あの私たちのさ衣装でさ貸したりするじゃん。あ、そうだね、その時にさ最近使うから。あ、そう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 、そうそう、確かに紙袋とか、うん、貯めといてよかったなって思う。 そ, うだ、それでは見上げたくないんだよね。あ、なんかこれであげちゃうの？あ、紙袋。そうそう、渡しちゃうからね。あ、そうなんだ、みゆ、うん、それも嫌なの。もうもったいなくなっちゃうね、自分のって、うんうんうん、でも使いはするんだ。うん、使、うん、自分に使うけど、うん、その人にあげるときはまた違う袋を用意する。わざわざ100均とか行って、うんうんうん、だから紙袋は自分が好きだから集めてるって感じ。へー、今度やってみよう。なんかおしゃんのやつ、ね、ちょっとあの頑張ってやってみれば。やってみてください。そっか、アリサちゃんは？私さ、あの何使ったさ、その使い、もう使い切るなって化粧品、うん、をもう使い切って、なんならもうすっかすかなの中身が、うん、のやつを捨てられなくて貯めちゃうの、すごい。だからもう絶対使わないんだよ、うん、そうだ、まあ、言っちゃえばゴミ、うんうん、なんだけど、そう、すごい溜めちゃってて、うん、だからなんか化粧をするさ、その机があるんだけど、うん、でそこになんかこうちょっとスペースがあって、うん、そこに入ってるやつ、なんかマスカラとかマスカラ下地とか、うん、アイラインとか全部刺さってんだけど、うん、もう使わないものたちなの。へえ、そう、もう、うん、なんていうの、普通には引けないの、アイラインとか、もうそれはもうカサカサしちゃって。そう、でもなんかわかんないけど捨てられなくて、うん、取っといてあるの。それはさ、うん、どのタイミングでさ、うん、バイバイすんの？ずっと？なんか私本当にでも他のものもなんかあんまりなんか捨てるってなくて、うん、でも何大掃除とかさ、うんうんうん、なんかよし今日掃除するぞっていう日はもう、あ、いいやって言って一気に捨てれるの。あー、うん、もう決めたら捨てれる、決めたら捨てれるんだけど、うん、なんかずっと取っといてあって、
でいつも見んのよ、だって化粧するとこだからさ、うん、見て、あこれそういえばもうないんだよなって、うんうん、見るんだけど捨てないんだよね。へえ、そう、なんか捨て、なんか使うだろうって思っちゃう。まあでも分からなくはない、なんか、うん、分からなくはないよ、ね、うん、分かんなくはないただ、うん、聞いたら、あ、確かにって思ってた思ってたけど、うん、分かんなくはない、本当に。でも、分からない、うん、なんかさ、ちょっとさまだ残ってるでしょって思っちゃう、うん、化粧品高いじゃん、あ、うん、分かるよ、まだマスカラとかもね、なんか、うん、いつまで使えるのかな、ね、みたいな、そうそうそう、意外とさ、使ってみるとさ、使えちゃったりするからさ、うん、そうそうそう、なんかそれで言ったらさ、なんか洗顔とかさ、歯磨き粉とかもさ、うん、そう、いつ捨てるかってさ、うん、切って中も使うかとかさ、そう、でも切りはしないじゃん、さすがに。するえ、あのね、下が開けられない洗顔とかあるの、洗顔のさ、あのキャップ自体、キャップが、そう、 あれはね、もう切るね、あ、切るんだ、うん、え、あのね、うん、5回ぐらいいける、そこから貧乏みたいな、そうだよね、意外と出てくるよね、そう、うん、それか捨てたら結構捨てられなくない？え、そう、もったいないって思ったもったいない、うん、そうそうそう、そうなの、そうなの、ね、わかるね、うん、もったいない病なのかな、え、なんかさ、洗顔とかもこうやってやったら出てくるよね、あ、そう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 、意外と出てくるじゃんみたいな、そうで、アイラインもそうじゃない？あ、結構こうやってやったらさ、うん、バーって出てくるから、え、うん、まだいるじゃん中に、うんうん、もうちょっと早く出てきてよって思っちゃう、ね、そうよ、うんうん、ね、捨てよう、怒られちゃ う, ちゃうある程度でね、捨てないとね、そ、え、それで言ったらさ、そのなんか収集癖みたいなのある、なんかこれ集めちゃうみたいな、あるね、ありそうだもんね、めっちゃありそう、ね、ありそう、あのね、うん、シールとか、うん、なんか文房具が大好きで、おうおうおう、そうなので、なんかさ、変な柄のシールとかマスキングテープが好きなの、うん、そのなんだろう、食べ物の柄のマスキングテープとか、うん、そう、なんか靴下とかもなんかさ、うん、食べ物の柄のなんか変な、うん、変な柄の靴下とか、変だもん ね、変だもん、ガラガラしてるよね、いつもね、ね、この間だってさ、靴下両方違うの入ってたよね、でも今も何も言えないんだけどね、今もそうだったから、うん、でも、ね、そうね、同じ日に2人ともさ、全然違う靴下、左右違うないですよね、だって靴下は見えないもん ね、だって靴下ってさ、うん、どうしても家の中で迷子になっちゃうじゃん、迷子になっちゃうね、確かに確かに、で一足だけってもったいないじゃん、やっぱ履かなきゃ、うんうん、だからいなくなった同士で履いてた、なるほどね、しかもなんかちょっと色違いとかじゃなくてさ、全然違うやつね全然違う、主張が激しい靴下両方履いてるからね、ね、本当ね、なんか、うん、なんだっけ、お菓子のさ、うん、パッケージの靴下とか履いてない？そう、そうだね、何系が多いんだ、食べ物か、でもそう、なんか足の裏に成分表が書いてあるデザインの靴下とかさ、書いてあるの？あ、書いてある書いてある、え、見たい、今度、ほんと？いいよ、どうしよう、真っ暗で何も見えなかったやだ、汚いありえる、そうだね、そう、嫌だな、やだ、想像したくないやめて、臭そう、ちゃんとあれなんだ、書いてあるんだ、書いてある、そういうさ、凝ったデザインとかのさ、うんうんうん、そういうことシールとかもね、うん、なんかあるのよ、いっぱい、そう、ちょっとポコってなってたりとか、あ、なんかあれだよね、それが100均とかでしょ、え、そう、ね、もう100均のシールコーナーは一生入れる、もう何回インスタとかでも新作見るもん、え、シールの新作を、あ、そうそうそう、なんかね、今月の新作文房具みたいなね、まとめてくれるアカウントとかあんの、いや、そうなんだ、知らなかった、でもやっぱさ、買ったって使わないんだよね、うん、まあ、そうね、それこそなんか手紙書けないよね、うん、私たちにあの、うん、毎日いいよ、うん、いいの待ってるね、あ、ほんとほんと、うんうん、読んでくれる、書いてシール、うん、ペタペタ貼ってくれ、文通でもでっかく書いてね、あ、うん、あとひらがなで全部、ひらがな、うん、全部ひらがな、ね、文字ね、あんま好きくないよね、うんうん、うん、そうそうそう、そうだよ、え、なんかね、それこそさ、私ね、そう、これなんか捨てられないもの何かなってなって、そういえば私、そのなんか、まあさすがに中学生ぐらいになった時からなかったんだけど、うん、それこそ小学生とかの時に、じゃあ家のリビングのソファを捨てますってなった時に、うん、なんかそこにすごい感情移入しちゃってて、うん、泣きながら、いや捨てないで、このソファまだ座れるからって言って、うん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 、止めたりとかしてたの昔、なんかかわいそうになっちゃうの、物が、わかるよ、なんかさ、気持ちありそうだよね、なんかソファーにも、うん、なんかあるよね、目がありそう、まあ、それはないね、そこまで思ったことないあったじゃん、あったじゃんさ、なんか椅子みたいなさ、番組あったじゃん、あの椅子がそうそう、命が宿ってるよね、そうそうそう、そういうのを思い出した
あるんだろうな、うん、気持ちいいってなるから、それではないんだ。なんかね、そう、なんかわかんない、なんか友達だよね、うん、君みたいな気持ち、うん、なんていうの、なんかかわいそうなの、うん、このままこのソファーはゴミ収集車に持ってかれて燃やされちゃうんだなって思うと、うん、もっと座ってあげたいって思っちゃって、うん、結構そういうとこあるよね、なんかすか感情をさ、うん、なんか感情移入じゃないけどさ、うん、そう、うん、なんかね、心優しいよね不思議な子だった、うん、そう、そう思い出して、でソファーじゃなくてもなんかもあったんだよね、なんかその家具系とかさ、うん、それこそなんか前犬飼っててさ、うん、海でなんかボール投げた時にたまたまその海の方に行っちゃって、で犬が水嫌いだから入れなくて、うんうんうん、でボールが流れてっちゃったの海の方に、うん、それだけで泣いた、ボールがかわいそうって思っちゃって、一人であんな海の遠くまで行ってみたいな、うん、朝かわいそうって、そうで泣いちゃう子だったの、この不思議な人だったよね、心が綺麗だ、うん、いやもうないんだけどね、うん、ないないんだ、ないんだ、もう泣かない、もう泣かない、もう泣かないんだけど、うん、そういうのがあったなと思って、そう、めっちゃ懐かしい。それって言ったらさ、一番長く使ってるものとかある？昔からこれずっと使ってますみたいな。あー、いやー、あるね、あるあるあるね、ある、みーちゃんとかある、ちょっと考えてていい？うん、あ、うん、じゃあ喋っとく、喋っとく、だからね、タオル、もう小さい頃から使ってる、うん、本当にもうね2歳とか3歳ぐらいから使ってるタオルがあるんだけど、うんうん、今でも使ってる、まあ、そうだよね、タオルって確かによれ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 、もうあのでしょ、あのふわふわでもなんでもない、硬い感じ、硬い、あ、もう逆にもう通り越した、うん、使いすぎてペロッペロだから、もうふわふわだよ逆に、あ、逆にね、うん、吸水、ガサガサ通り過ぎた、あ、そう、通り過ぎた、通り過ぎたんだ、うん、吸水性はゼロ、へえ、そうだ、なんかあれだよね、それこそ保育園とか幼稚園の頃とかさ、うん、使ってたやつでさ、名前書いてあったりするじゃん、うん、で、うんうんうん、そう、この間なんかあのお母さんと銭湯に行ったんだけど、うん、その時に持ってたタオルがパッて広げたら、もうすんごい大きい字でさ杉山ありさって書いてあってひらがなで、恥ずかしいと思って、そう、お風呂屋さんでしょそう、これ、使うのって思って、しかもさ、1個さ、1枚だけお風呂屋さんってさ、うん、あの、うん、ほら、中に持ってくじゃん、うん、女子お風呂ってそうじゃん、うん、あ、うん、そうの持ってったタオルをさ広げた時にそれだったからさちょっと待ってと思って、しかもすごいのちっちゃくじゃなくて、しっかりでっかくさ、すげまりさーって書いてあるから、そう、みんな、あー、杉山ありさだって思うんでしょ、そうそうそう、恥ずかしい、さすがに恥ずかしかったなんでそれ持ってきたんだろう、ね、そう、なんか準備してくれたのがお母さんだったんだけど、そう、見たらさ、すっごい大きい字で書いたんじゃんと思って恥ずかしかった、うん、でもなんかそれもね、ちっちゃい頃から使ってるやつだからさ、なんかすごいなんか思い入れがね、うん、まあそうだよね、あるよね、きっとね、確かにね、そう、どうなんだろう、ところでみゆは思い浮かびました、長く使ってるものっていうか、なんだろうな、でもパッて思い浮かんだのは靴、うん、靴何足成長してなさそう、そう、足成長しないの、本当に、あ、ちっちゃいもんね、 21.5 なんですけど、あ、そう、それはそう、 22? か、まあ、21.5 も入る、 21.5 から22ぐらいなんだけど、ちっちゃ、そう、だから本当に中学生から本当にもう何にも買ってないから、うん、だから買う靴もあんまないし、うん、そう、だからそのやっぱさ、サイズがさないからさ、うん、レアじゃん、そうだね、レアなの、だからなかなかないから、うん、履いてるかって言ったら履いてないけど、うん、あるかって、家にあるかって言ったらずっとあるみたいな感じ、あ、そうなんだ、じゃあ履こうと思えば履けるんだ、履ける、全然、だから一応取っといてみたいな感じなの、うん、でもなんか捨てられなそう、うん、なんかね、そう、レアだし、なかなかないから、確かに、まだいけるかなっていう感じで、長く使っちゃう、使ってないけど、使ってる、まあるよね、絶対今度履いてきてほしい、それ、うん、これだよって、ちっちゃいね、でも 21.5 ってやばいね、から22、うん、そうね、そうだよね、ちっちゃいの、そうなんだね、ない、全然、そうだよな、いや、面白いね、なんか、ね、なんかそういうのちょっと今度さ、ラジオに持ってきたいね、うん、あー、持ってきたい、これ実はいつから使ってます、うん、いいね、やろう、今度そういうのもやってみる、あんま汚くなさそうなものね、そうだね、靴下とかはちょっと大丈夫、靴下ってラジオから、靴下大丈夫、靴下大丈夫、ごめんごめん、ちょっとね、ここで同じ事務所のティーンズヘブンさんの曲をお届けしたいなと思います、はい、それでは聴いてください、 Song for You きらめく君の未来、
伸べるよ。立ち止まっても君の背中押すから、頑張った時ぎゅっと抱きしめる。はい、ということで早いんですけれども、もうね50分経っちゃう ね、もう早びっくりしたね今 ね、おしゃべりさん楽しくて3人が集まっちゃったもんで、ね、まだまだ喋れちゃう ね、はい、ということでね、ラストここからね告知をさせていただきたいなと思います。はい、で今流れている曲、流れてるよね流れてるそう、流れてるこの曲と、あとさっきね今1個前に聴いてもらった曲 Song for You なんですけれども、私たちの事務所の先輩 Teens Heaven さんのワンマンライブが今月4月23日にございます。川崎クラブチッタであります、うん、この日にね Teens さん解散ということで、私たちもねすごいなんかなんだろうな、わーと思って、4月入った時にさあもう今月かと思って、すごい寂しい気持ちもあるけど、うんうん、やっぱもう最後の最後までね一本でも多くティーンズさんのライブ見たいなってすごい思ってます、うん、のでぜひねこの日はチームラパピもね、そうチームラパピって最近言うんだけどさ、全然私が勝手に言ってるだけなんですけど、うん、いいじゃんねそうチームラパピのみんなもねぜひ一緒に行ってほしいなと思うので、4月23日は川崎クラブチッタでお待ちしております、うん、はい、お待ちしてます。はいはい、そしてラパピオンの告知もあります、ね、ラパピオン次のライブは週末にあります。と9日土曜日は新宿マーズにて1部と2部に出演します。そして日曜日はとオーブ渋谷にてライブがあります。初だ、あそうだね初だ ね、でそしてね12日火曜日はラパピオン定期公演があります。はい、こちらねゲストに IMGL 東京さんと、うん、あとクラポティの新井由紀ちゃんがソロで出演してくれます、うん、おー嬉しいね、嬉しい、そう由紀ちゃんのソロもね初めてラパピの定期でねやってもらうから、ね、めちゃめちゃ嬉しい、ね、あの美声を、ね、楽しみすぎる、そうなんです。そしてねその日私たちの定期公演は、月に2回やってて、であの企画をねやったりするんですけど、うん、今回の企画なんと3月から準備をしておりまして、うん、曲の企画となっております。はい、でね、何でしょう、そうなんです、2曲なんと、はい、ラパピ以外の曲を今回はやろうと思っておりまして、そう、はい、1曲はねクラポティさんの、まあ、分かる人には分かると思うんですけど、あの曲をやらせていただきたいなと思っております、はいはい、思っております、やらせていただきます。そしてもう1曲はティーンズヘブンさんの曲をカバー？コピー？コピー？コピー？やらせてもらいます、はい、まあちょっとラバピなりの、そうラバピなりの、そうなんです、はい、ちょっと曲をお借りして、その事務所のね先輩グループを2グループの曲をラパピがお借りして、ただいま練習中でございます、はい、そう、それこそねティーンズさんのワンマンも私たちなりに盛り上げたいなってすごい思っているので、すごいねなんかいろんな気持ちを込めて今練習をしているので、ぜひその日はねいろんな人に見に来てほしいなと思っております、はい、
ね、今からね予約できるから、うん、そう、そうね、もうねみんなその日はねめちゃめちゃ来てほしいなと、ね、そうだよ、もうこの制限されましたぐらいまでね、そう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 、店員オーバーになっちゃうくらい、そう、ぜひぜひ今からお待ちしております、うん、来週だね、はい、早いね、早いね、そうだよ、ね、そうだ、頑張ろうね、ドキドキだ ね、 ドキドキするドキドキする、ぜひぜひ12日お待ちしております、待ってるよ、よし、そしてね次回のRヴィレッジミュージックステーション修行編は5月の2日の月曜日21時からお送りします、はい、チェキ会もねその前にあるので、うん、ぜひぜひ皆さん、うん、はい、来月だね、早いね、なんか5月だねもう、ということでぜひ聞きに、そして会いに来てください、それでは皆さんバイバーイ、バイバーイ、ありがとう。